さあなくした時間を取り戻せというわけで今回も、積みチョコ開けていきたいと思います。今回もびっくりマン開封動画ですね。はい、今回開けていくのはこちらになります。ちょっと角度が悪いね。こんな感じかな。はい、本日はねロッテスパイファミリーマンチョコ、こちらを開けていきたいと思います。もうすでにイラストからして今回も棒立ちイラストが多そうですね。はい、じゃあスパイファミリーマンチョコね。珍しいですね。オレンジ色、あこちら紫ですね。変わったカラーリング、あまりビックリマンでは見かけないツートンカラーです。はい、で今回はね、24種ってなってます。1箱30個入りですが、まあいつも通り揃わないんで今回も3箱チャレンジでいきたいと思います。3箱で24種揃うんでしょうかね。もう3箱を開けるんだから揃ってほしいよね。さてまずは1箱目開けていきましょう。パッケージからはボックスと一緒でオレンジ紫の順で並んでます。今回もやっぱり1個ずつ交互に並んでますね。ほう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 、やっぱりこのレイアウトで今後ビックリマンは行くみたいですね。どうなんでしょう。そしてこちらがパッケージ、どちらもロイドファミリーのイラストが描かれておりますが、両方ともあまりポーズに躍動感がないですね。今回も棒立ちって感じがいたしますが、まあカラーに関してはね、今までのビックリマンにちょっとないようなロービジなカラーになってますね。はい、少しセピアカラーっぽい感じの依頼になってます。裏面は書いてること同じですけど、イラストがちょっとだけ違いますね。まあ文章は一緒でしょう。ちょっとだけめくって見てみようかな。あの大人気スパイファミリーとビックリマンが初コラボレーションと、劇場版スパイファミリーって書いてますけどね、僕テレビは見たんですけど劇場版は見てないので、劇場版のキャラいられてるとちょっとわかんないですね。さあというわけで、今回もこちらの列の手前からね、こういう順番で開けていきましょう。ではまずは記念すべき1個目、まず1個目はヘンリー・ヘンダーソン。ヘンリー・ヘンダーソン校長先生ですね。厳しくも優しいという二面性を持つ、校長先生です。さあでは2個目です。はっ、2個目はダミアン・デズモンド。あ、ダミアンが早速来ました。10番ですね、主人公アーニャの、まあ、ライバルと言っていいんでしょうかね。はい、そして、3つ目、3つ目は誰でしょうか。はい、お、いきなりアーニャが来ましたね。19番です。アーニャ、お、ちょっとだけポーズに躍動感があるかな。さあどんどん行きましょう。はい、13番、エミール・エルマン。エミール・エルマンって誰だったっけ。ああ、はいはいはい、ダミアンの子分ね。この辺ちょっと名前覚えてないわ。さすがに取り巻き2人いるけど2人とも名前覚えてないな。はい、では次行きます。はい、お、落ちた。あ、夜さんだ。夜フォージャー3番です。すげえこちら呪術廻戦の時も言いましたけどね、もうちょっとなんとかしてくれ、横幅が、空白が。次です。はい、お、ちょっとねやりにくいね。あ、スペシャル、スペシャルじゃない、シークレットか、出ましたね。アーニャ&ボンド&ブラックゼウス。アーニャとワンちゃんとブラックゼウス、どんな絵柄でしょう。おお、こういうのがねやっぱり躍動感があるっていうかね、まあ、3キャラって横に埋まってるっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりこれぐらいね、隙間が埋まってるとシールとしての完成度が上がってるように見えますよね。さあ次です。はっ、ドノバン・デズモンド。あ、ドノバン、これなんかゾンビみたいでしょこれね特徴的なねこの目玉。はい、僕アニメしか追っかけてないので、ドノバンがどれぐらいいいやつなんか悪いやつなんかっていうのまだちょっと分かってないんですよね。うん、まあネタバレなしということでね、ドノバンはどういうやつだとか、あのコメント欄に書かなくて結構です。さあ次です。はい、ルカ&ドミトリ、誰、17番です。ちょっとあんまり思い出せんな、こんなんおったっけ。ああ、劇場版に登場するって書いてますね。ちょっと覚えてないな、というか劇場版見てないのでわかんないですね。テレビ出てましたっけ。テレビ出てないよな、劇場版にって書いてあるから。次、ああ失敗した。はい、次は、ロイド
ロイド・フォージャー18番です。これもすごいね、部屋でくつろいでるようなそんな感じですけど、まあ憶測でしかないんですけど、実際グリーンハウスの弟子ってどれぐらいいるんでしょうね。いや、どう考えても弟子でしょう。米兵のお二人ではないと思うんですけどね。はい、シルビア・シャーウッド、あ、これは指令出す人ですね。あ、8番です。はい、上司のお姉さん、すげえ。はい、ヨル・フォージャー20番だからまだ出てないヨルさんですね。あ、こっちはちょっとだけポーズついてる。ちょっとだけポーズついてるけど、あんま変わらんな。ヨルさんはそれこそね、刃物持ってバリバリね、戦ってたんですが、そういうポーズ入れてくれたらね、もうちょっとかっこいいんじゃないかと思うんですけど。はい、アーニャ、2番のアーニャ、もうよそ行き衣装ですね。次、はい、ジョージ・グルーマン、あ、これ貧乏ちゃまの人ですよね。うん、落ちぶれてすまんのやつ。いや、そんなこと言ってないんですけど。次です。はい、ボンド・フォージャー、ボンド、はい、おお。呪術のパンダといい、ボンドといい、こういうデザインはね、完成されてるような気がするな。どうしてもね、頭身の高い人たちはちょっとね、棒立ちになるとやっぱ横幅が開くのが気になりますよね。はい、ロイド・フォージャー1番、これもまだ出てない、1番のロイド。お、ちょっと凛々しくなってるけど、ロイドももうちょっと戦ってるシーンあっただろうって感じですね。さあ、折り返し16個目になります。はっ、ルカ&ドミト、これさっき出ましたね、劇場版の人。次行きましょう。次は、おい、お、来た、これ一番欲しかったやつじゃない、夜、あ、十字架天使、うん、S3 ってね、昨日どうと言ってましたけど、今回はすぐ出ましたね。はい、あ、これとね、アーニャ・ゼウス、ちょっとちらっとネットで見たんですけど、その2枚は確実に当てたいとこですね。まあコンプ目指してるわけですけど、コンプできなかったとしてもその2枚は欲しいところ。はい、次、はい、アーニャ、アーニャはダブリです。あー、失敗した。次、おい、ロイド、次、おい、ヨルさん、この辺ちょっとダブリ続きますね。そして次、おい、エミール・エルマン、ダブリです。次、おい、ベッキー、お、ベッキー行きました。ベッキーはアーニャの友達です。まあしかしキャラ少ないよな、このアニメ。シール化すんのにどうするんだろうという初めね、思っとったんですけど、ちょっとクラスメートでかさ増ししすぎじゃないって感じですよね。はい、ボンド・フォージャー、ダブリ。次、はい、ユーリ、あ、これ弟さんです。はい、ヨルさんの弟、かなりのシスコンですね。はい、次、あ、フランキーです。頼れるもじゃもじゃ、フランキー。次、あ、ジョージ・グルーマン、落ちぶれてすまん。次、おい、アーニャ、アーニャ・ゼウス、出てくれ。次、はっ、ビル・ワトキンスって誰だったっけ。あー、小学生に見えない小学生のやつですね。このキャラ入れてくるか、かさ増し、やっぱかさ増し、水増しもいいとこですね。あ、これがあるんだね、テニスで戦ったあのダブルスとかも入っててもおかしないぐらいですよね。あ、きっとアンジャンゼウスや。しょうもない話してる間にアンジャンゼウス来たぞ。これでちょっと欲しかったの2枚は確実に入手できましたね。おー、いいですね、これ。これはいいぞ。かっこかわいいがね、両立しております。さあ、それでは、1箱目、ラストです。最後を飾るのは、おい、フィオーナですね。はい、ロイドの、まあ、ストーカーじゃないですけど、ロイド好き好き女子ですね。では、2箱目開けていきましょう。残すところは12番と S の2番ですね。
なかなか一箱目いい箱でしたね。さあ12番と S2 番がどの辺で出るか、早めに出てほしいとこですね。もう2箱でコンプリートしたいとこですよ。はい、あーにゃ、2番、2個目、おい、ビル・ワトキンスドッジボール、次、おい、はっ、お、また出た、アーニャ・ゼウス。これさっきと同じ並び出すな、出すなって。いやでもアーニャ・ゼウスは嬉しいですね。そうそう、ヨルさんと並んで欲しかった2大巨頭ですからね。さっきの1箱目は、ビル・ワトキンス、アーニャ・ゼウス、そしてフィオナ・フロストね、これがフィオナ・フロスト、ここで終わったんですよね、フィオナ・フロストね。この後もうコンプリートできるんじゃないのっていう感じはしてますけどね。こっからだって一箱目の続きってことになるでしょ。さあ12番 S2、 来い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 。いやでも12番は出てもね、ヘンリー・ヘンダーソン、一箱目の1個目に戻ったかもしかして。え、待てよ、ぬか喜びかよ、1列目に戻ってたらやだな。ここでダミアンは出てほしくないぞ。ダミアンは出るな。うわー、いやこれはちょっと厳しい戦いだな。まあもうちょっと、まだ始まったばっかしだし、もうちょっと開けますけど。あー、この順番はまあちょっとシークレットが近くにあるから、これはエミール・エルマンかな。はい、で、よそ行き夜さん、これ、はい、で次がね、ブラックゼウスコラボシールだったんですけど、どうでしょう。あ、ここは変わりなしですね。まあ昨日の呪術の時は全く30個全部同じやったからふざけんなやった感じになったけど、今回はねちょっとだけずれてるから、もうちょっと開けていってみよう。はい、どの番、ほいっと、はい、ほい、父、シルビア、母、はい、アーニャ、ボンド、あれ、ビンボッチャマ飛んだな、ビンボッチャマが飛んで、なんかね微妙に配列違うな、ロイドね、はい、次、はい、ビル・ワトキンスときましたが、違うね、一箱目はね、先のところが16個目に移ったところで探偵組になってたのでね、ここでビル・ワトキンスが出るっていうことはちょっと一箱目とは全然違うよな。あ、 S 来た、 S 先に揃ったわ、ロイド&ヤマトージ S2 番です。じゃじゃんと、なんかここまた空いてるのがちょっと気になるんですけど、はい、でもこれもまあまあいいですね、慎重さがすごいSD なのに。この辺はちょっとね、一箱目と全く全然違うので参考にならんな、何が出てくるか分かんない。フランキーね、5番、まあ何は何せよ12番が出るまで開けていくのみだ。はい、 S4 また出た、アーニャ結構出るんか、意外ですね、結構アーニャ出るみたいな。となってくるとヨルさんの方が欲しいな、もう1枚ぐらい。はい、ベッキー11番、いやーなんとかね2箱で揃ってほしいとこですけど、まだもうちょっとチョコに余裕あるのでお願いします。うわ、なだれた。はい、12番、あー有利でした。さあ次です、あーまた失敗した、おい、12、起きた、12、ユーインエッジバグって誰だったっけ、12番、あ、これまたクラスメイトですね、はい、古文1です、古文2か1か忘れましたけど、はい、ダミアンの取り巻きですね。ちょっとね一箱目で見れない配列ですし、結構 S 出てるんでまだ出るんじゃないかという期待を込めて、この箱は全部開けていきましょう。あ、違いね、夜自家天使お願いします、もう1枚、もう1枚お願いします。あー違う、あと残り3つから出るんでしょうか、コンプはしてるんですけどね。はい、ヘンリー・ヘンダーソン、ほい、あ、ダミアン、まあ、というわけでね、ちょっとさすがにもう1枚 S とか欲張ったけど無理でしたね。あ、これ無理だわ、はい、ロイドね。というわけでね、今回は運が良かった2箱でコンプリート達成です。
この後、ファイリングして一覧でお見せいたしますので、チャンネルはそのままでしばらくお待ちください。はい、それではファイリングを終わりましたので一覧で見ていきたいと思います。まずは1番、2番、3番、4番と続いて1番から6番、7番から12番、13から18番、19、20と S1 から S4。 裏書きを読みたい方は一時停止してお読みください。全24種一気に並べるとこんな感じです。そして今回のリザルト、ダブリですが、はい、いい感じでばらけてダブってるんで、まあまあ良かったんじゃないでしょうかね。特に、どのキャラがめちゃくちゃダブってるっていうのもなかったですし、そして何よりも嬉しいのはやっぱりこちらですね。アーニャゼウスがなんと2枚もダブったというね。はい、 S3 枚もダブ、 S コンプリートした上で3枚もダブるとはね、なかなかいい感じです。2箱しか開けてないのにね。はい、というわけで今回は、ロッテスパイファミリーマンチョコのびっくりマン開封動画でした。6月発売の推しのコマンが出るまでになんとかハイキューマンとブルーロックマンか、ブルーロックマンね、その2つ開封動画上げていきたいと思っております。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、びっくりマン用のこのバインダーとかね、リフィールとかどこの使ってるんですかとかね、よく聞かれますけど、概要欄に貼っておきますのでね、もしよかったら覗いてみてください。